の心はるかーす。みなさんこんばんはるかーす。木曜の夜いかがお過ごしでしょうか。戸松はるかの心はるかーす、パーソナリティの戸松はるかです。この番組は私戸松はるかがみんなの心を晴れやかにしていく心のビタミン系ラジオ番組です。木曜の夜、番組を聞きに来てくれたあなたに癒しと元気をお届けしていきます。はい、3月おしまいね。もうねおしまいだね。でっていう年度末っていう感覚でしかないけど、だから私もこういう仕事してるからよくわかんないんだけど、そういう年度末ってよくわかんないんだけど、とにかく領収書をまめに出さなきゃいけないそう、思い立った時にとにかくマネージャーに領収書渡してくださいって言われる月っていうそれが年度末だと思ってるだからよくわかんないけど、決算っていうことも桃鉄で今覚えてるだけだから私最近とにかく3月が来ると決算が起こるっていう、桃鉄もさ3月で決算起こるからさ、あとにかく3月はなんかいろいろと慌ただしいそういう月なんだわみたいなね、っていうので、まあ働く社会人とか経理の人とかは忙しいんですかね。そういう意味でね、経理の方聞いてらっしゃるかな、ここ春ね、いらっしゃるかしら経理の方とかね。お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様です、ゆっくり休んで。ということで、そんなラフラフからですね、桃鉄の質問が来てます。桃鉄を50年分やり込んでいる春ちゃんへ、目は疲れませんか。私はゲームすると目が疲れちゃうんだけど、どうしたらいいかなって。あー、これね、めちゃくちゃ疲れてます。ずっとと疲れてる、最近目がくぼんでるもん本当に。だいたいさ、なんかこう一日働くとさ、もう夜になるとくぼんでんのよ目がなんだけど、もう夕方にくぼみ始めてきて、多分酷使しすぎてんだよ目を。私は3つぐらいゲームはしごしてるからさ、スマホのさゲームでさ、ずっと長年もう 5,6 年愛し続けてるおじさんのさゲーム、あのおじさんがさとにかく別荘を作り続けるっていうの、豪華なそういうもうよく広告に出てくるあれですよ。そう、あれをもう長年やってるんだけど、あれの派生系のゲームが最近できてさ、なんかおじさんは出てこないんだけどさ、とにかく別荘を開拓するっていうやっぱ一緒だ一緒だ、パズルのゲームの種類だけが変わっただけでやってること一緒だったわ。そうそう、とにかく土地を開拓していくみたいなゲームをやると、もう本当に目疲れちゃってさ、パズル系のゲーム。逆に桃鉄はね、私ね、あのテレビにつないでやってるんですよ。だからあの意外とそんなに疲れなくて、でたまにそのでも、あのもう同時進行でやりたいから、私はもう時間がもったいないからさ、桃鉄やりながらバラエティも見たいしみたいな、まあ、中途半端になっちゃうんだけどね。でもどうしてもそれでテレビ使いたい時は桃鉄をそのスイッチのタブレットの方でやるんですけど、やっぱそっちでやると目疲れるね。多分ギューってこうなんか目がレンズを絞ってる感じがあるっていうか、そうだからやるなら私はやっぱこうテレビ、美奈子たちがテレビつないでやってるか分かんないんだけど、タブレットでやってそうな気もするなとは思うんだけど、もし余裕があるならテレビつないでやってみるとマシになるんじゃないかなっていう、意外とまともな返事、うん、意外と真面目に返事をしてみるっていうね。はい、ということで、じゃあそろそろね行ってみたいと思います。心と心でつながる30分、戸松はるかの心はるか、最後までよろしく。心はるかす、改めましてこんばんは、戸松はるかです。さあ3月が終わり4月に入るということはですよ、新番の季節よね。やっぱり4月っていうと新しく始まるこう番組が多いじゃないですか。ワクワクするよね、1話が多いから何見ようみたいなね。もちろんその3ヶ月に1回ぐらいこうねクールがあるけど、その中でもやっぱ4月は一番ね、来たみたいなね、え見たいものがたくさんある時期でワクワクしますけど、まあ、その中の一つで、まあ、私もね出演させていただいております君は放課後インソムニアっていう作品がございまして、そちらをですね3月19日にちょっと先行上映会がありまして、そちらに登壇させていただきました。久しぶりになんかそういう舞台挨拶じゃないかもしれないけど、でも一応劇場でね
先行上映会っていうところで登壇させていただいてね、いや、 やっぱりまたテレビで見るのとさ、こうスクリーンで見るのでまた全然ね、迫力というかね、画面の綺麗さとかもそうだけどね、あーいいな、どんな感じなんだろうって思いながらね登壇させていただいて、はい、ぜひこちらね4月から始まりますので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。そして3月25日にはアニメジャパン2023の、に出演させていただきまして、テレビアニメホリミヤアニメジャパン超微炭酸ステージにも出演させていただきました。そう、これねサプライズで一応サプライズで発表してね、7月から第2期が始まるということで、ホリミヤピースが始まるということをね発表させていただきましてね、嬉しい限りよね、本当にね。なんかこう最初の1期の時が本当に原作に沿って綺麗にあの最終回を迎えたから、こうなんか2期があるって聞いた時に、あれだけ綺麗に完結して2期では一体何をするんだろうってすごい思ってたんですけど、いろいろなお話を、原作からいろんなお話を時系列関係なくねピックアップするっていうところで、なんかオムニバス形式というかっていうので、こう2期は進んでいくっていうことなので、はい、いやもうね楽しくてしょうがない、うんこういう青春を送りたかったっていうのが詰まってんのよ、本当に。なんかこう恋愛だけじゃなくさ、恋愛はもちろんあるけど、友との思い出みたいな。ちょっとなんか夜遅くまで学校残っちゃったりとかさ、堀さん家でみんなで夜遅くまでいちゃったりとかさ、なんかいいよね。もう女子校出身門限6時の人間からすると考えられない、もうこういう青春を送りたかったみたいな。でもねもうね堀さんが面白すぎてね、あのもうアフレコ無事に終わってるんですけど、2期はなんかそういろんな意味でちょっとパワーアップしてるんで、こちらの方もね7月でもう少し先になりますけど、楽しみにしていただけたらなと思います。ではですね、お便り読んでいきたいと思います。ここはるネームジュリリンさんからいただきました、ありがとうございます。トマトさんこんばんはるかーす、こんばんはるかーす。そしてここはる放送10周年おめでとうございます、ありがとう。10周年私がここはるを聞き始めた頃、放送日は土曜日の0時で、なかなか夜更かしが得意ではなかった私ですが、土曜の深夜0時に夜更かしして聞くここはるは、私にとってすごく私にとってすごく特別な時間でした勝手に2回すごくってつけちゃった、もうちょっと土曜の夜ちょっと夜更かししてくれたあなたにが、木曜の夜番組を聞きに来てくれたあなたにになりましたが、放送日や時間が変わってもここはるは私にとってすごく大切な居場所になっています。私にとってここはるは心の、本当に心のビタミンです。これからもメールを通じてトマツさんとたくさんおしゃべりできたら嬉しいなって思うし、これから先もずっとここはるが続けますよう願っていますと。ありがとうね、ココハル10周年覚えててくれてありがとう。それに比べてココハルスタッフはなんかお便りの時にって拍手してるけど、あいつら一人も覚えてなかったから誰一人覚えてなかったから、ありがとう。こうやってお便り送ってくれたおかげでね、ココハル、そしてラフラフもかな、ね、10周年を迎えられたっていうことで、お見習え見習え情緒がやばい私の急に切れ出すみたいないやね本当にねありがたいことですよ、こう初回から。でももう10年経ったんだっていうね、すごいよね10っていう年月ね。でもなんか年々さ、こう10年っていう、なんていうの、まあ、1年もそうだけどさ、本当に早くて、子供の時の10年後なんてさ想像しきれなさすぎて、もうさドラえもんの世界みたいなぐらい未来だと思ってたんだけどさ、今もう10年前っていうと、なんかあああの作品やってた時かとかさ、なんかあああれやってた頃かみたいなぐらいで、なんか体感的に10年って感じがしない、でむしろ10年みたいな、あれから10年経ったのみたいな、すごいねありがたい。だからここあれなんてまだ本当にさ、体感的によ、体感的には本当まだ4年ぐらいの感覚だもん、本当にそのぐらいあっという間でさ、
でも嬉しいですね。本当にこう放送始まった時からね、シャープ1第1回からこう聞いてくださってるっていうね方がいらっしゃるっていうのは本当にありがたいですし、ラジオはさ本当にあのお便りがないと成り立たないですから、じゃないとなんか盛大な独り言だよね私のねずっと一人でまあそれに近いっちゃ近いんだけど、それでもやっぱりさ、なんかイベント行きましたよとかさ、あの先日の何々見ましたとかさ、そういう感想が聞けるとほら褒めて伸びるじゃん、私も嬉しい、見てくれたんだ嬉しいみたいになる人だからさ、やっぱそういう文通文通みたいなさ感じでさ、お便りねやり取りができるっていうのは私にとってはとても嬉しいことなんですよ。本当にこう見えてなんていうの、人見知りだけどコミュニケーションを取りたいみたいな、ちょっとめんどくさい人ではあるからさね、だからこうやってね聞いてビタミンですって言ってもらえると、あやっててよかったなって思うんで、はい、ぜひねこれからもですね引き続きねここ春聞いていただけたらなと思います。ありがとうございます。トマツハルカの心ハルカ、ハンタートマツ。このコーナーでは過酷な大自然に飛び込みハンタートマツが様々なものをハントし、ハンターランクアップを目指します。ハンターとマツが様々なクエストにチャレンジ、成功するとハンターランクが1上昇します。ハンターランクが5の倍数に達するとちょっとしたご褒美もらえます。現在のハンターランクは14です。いいじゃん、これ成功したらご褒美タイムですが、前回はランク30アップを惜しくも逃しました。そうだった、誕生日だったからさちょっと特別にしてくれたんだよね。あーもう忘れちゃったけど、なんかさそこでやらかすみたいなところでやらかした記憶がある。うーんそうだったわ。はい、でもまあね一応14ですから、今口ご褒美にありつけるようにね今日頑張っていきたいと思います。それでは今日のクエストはこちらです。フォアグラの鳥をハントせよ。そんなこったらと思ったよ。フォアグラをハントせよ、だって50にならないとできないんでしょ。50だったっけ。そんな簡単にフォアグラを出すとは思ってませんでしたよ。鳥ね、鳥の方ね、なんていうんだろう、大元の方ね。うん、はい、これからですね鳥の写真が出てくるので、それがアヒルなのかガチョウなのかっていうのを判断していくんだって。間違い探しじゃないけど、アヒル、ガチョウ、ガチョウみたいな感じで二択ってことね。もともと全然知らない白鳥とかが出てくるみたいなことはなくて、アヒルかガチョウが出てくるからどっちか当ててねみたいなことですね。でそれを、5問中3問以上正解でチャレンジが成功、ハンターランク15にアップするということで、まああのフォアグラっていうものがそもそもね、アヒルやガチョウの肝臓っていうところから、そんなにフォアグラが食べたいんだったらアヒルとガチョウの見分けくらいつけてから食べなさいよっていう、まあそういうことねっていうのなんで、まあ見分けていきたいんですけど、ちょっとね私のイメージよ、アヒルは見たことあんのよ。白くてくちばしが黄色くてガーガー言ってるみたいなイメージ、かわいいみたいな。ガチョウってそういえば見たことないかもしれない。ちゃんとちょっとカモとかぶってんの私の中で。だけどカモの仲間ではあるんだ。なんかガチョウはガンっていう鳥、ガンが原種のカモの一種なんだって。でアヒルはマガモが原種のカモの一種っていうので、どっちにしてもみんなカモの派生系だったわだから色の問題なのか、そのガチョウは私の中で茶色とか、なんかそのカモとかぶってるからちょっと緑っぽいイメージがあって、アヒルは私真っ白なイメージしかないのよ。だからもしでもそれで出てきたら一瞬でわかるし、ちょっとなんか想像できない、なんか想像しきれてない部分はあるかもしれない。なのでまあそんな知識の中で、まあ、とりあえず5問中3問正解で確率2分の1なんで、ちょっとできなくはない問題だと思う。なので行ってみたいと思います。それではフォアグラの鳥ハントスタート。バン、お第1問、これはアヒルでしょ。ってかめっちゃ可愛くないこのアヒルめっちゃ可愛いんだけどアヒルってこんな風に走んの。なんかすごいさ、なんか池の中とかスイーみたいなイメージしかなかったけど、すっごいさはーみたいな
大喜利みたいな感じのアヒルが出てきて、アヒルだと思うわこれ、アヒルでしょ、アヒルです、はい、これはアヒルだよね、はい、じゃあ第2問、あ、これ私が思うガチョウのイメージ、こういうの、こういうのがガチョウなんじゃないかって思ってた、こうなんかちょっと茶色っぽくてなんかこう色がある、これはねガチョウです、はい、よしよし、いやここまではいいのよ、王道の。第3問目、え、怖いんだけど、え、普通に考えたらこれアヒルじゃないのって思うんだけど、いやちょっと怖いな、なんかと見せかけて白いガチョウもいるんですよみたいに引っ掛けて来てくる可能性もある、いやでもさこれどう見てもアヒルじゃない、私これ見かけたらアヒルだと思うよ、アヒルって言うもん、だって1問目のアヒルと見比べてもさ一緒じゃない、1問目のさアヒルと何が違う、2問目ガチョウでしょ、なんかガチョウの顔つきじゃない気がする、これアヒルですよ、アヒル、あーびっくりした、やった、もうもうやった、クリアじゃんこれ、やった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 、まあいいでしょ、続いて第4問目、え、なにこれ待って怖いんだけどあ、俺白いからアヒルだと思いたいんだけど、なんかねちょっと何が違うかわかんないんだけど、言っていい、これ顔つきがガチョウだわ、な、何が違うんだ、ガチョウの方がなんかシュッとしてない、なんかアヒルの方がぽやーみたいな、なんかぽやーみたいな空気感があって、ガチョウの方がなんか、まあ私が見てる写真が結構キリッとしてるガチョウが多いかもしれないけど、なんかスみたいな、クーリッシュですみたいな感じがあるの、これ、え、でも白いもんね、ちょっとさ先5問目見てもいい、5問目と比較してもいい、これ何、5問目、ちょっと待って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 何して、おい卑怯だぞ5問目卑怯だろちょっと待って、ちょっとやっぱ見なきゃよかったちょっともう先に答えちゃおう、これ、いや、やっぱり白だからアヒルです、あー、ガチョウか、あ、そう、やっぱりシュッとしてる顔がガチョウなんじゃない、なんかくちばしとかがちょっとさ鋭利な感じがするのよ、ガチョウの方が、わかんないよ5問目は皆様もお考えください、あ、でもね、わかった、これね、くちばしじゃない、アヒルがふわーってしてんのって、なんかやっぱさ、なんかこうアヒルの方がなんかこうくちばしが平べったくてさ、なんか丸っぽいのよ、ガチョウはなんかつつかれたら痛そうっていうか、シュッとしててほんとなんか首も長くてみたいな感じがするんだけど、この5問目のアヒルは、アヒル、アヒル、アヒルって言っちゃったけど5問目のひよこはなんかくちばしが丸っこい気がするから、これアヒルですよ、あ、そう、よかった、先に3問正解しといてえ、思ったより難しかった、ちょっとちょっと見分け方見せなさいよ、くちばしの違いでいくと、あ、やっぱり私の見解は間違ってなかったわ、アヒルは平たくって色は同じなんだって、黄色とかオレンジっぽいんだけど、アヒルは平たくて、ガチョウはちょっとやっぱ三角形、ほらやっぱ言ってる、こうつつかれたら痛そうな感じ、ね、ちなみに白鳥になっちゃうと黄色と黒になるからだいぶ違うね、でもう一個見分け方があって、首の長さが違うんだって、あ、でも思った、ガチョウがシュッとしてクールに見えるの、多分首が長いのもあるよね、きっとこうちょっとふふみたいな、なんかこうどうもモデルですみたいな感じがある、あ、なるほどね、アヒル、ガチョウ、白鳥の順番でこう首の長さが変わってくる、ガチョウその間ぐらいなんだね、白鳥とアヒルのね、へー、あ、でもなんか見てる私の目の付けどころは間違ってなかったよね、いや、びっくり、ちょっと4問目の白いガチョウ、白いガチョウがいることにちょっとびっくりした、そうなんだね、一つ勉強になりましたけど、いいんです、3問正解しましたからハント成功です、え、じゃあ次の回、次のハンターの回とかでご褒美もらえます、それだけ今も頭の中ご褒美でいっぱい、プチご褒美だし、なんかさ
白鳥じゃないわ今日もうダメだ、もう鳥がごちゃごちゃになってる。私だから白鳥なんて今日1ミリも出てきてないのにぐちゃぐちゃになってる。フォアグラって言いたかったのよ今日。フォアグラ書いてあったからなんかさ、別にいいよ本物のフォアグラは50まで我慢するけどさ、フォアグラが入ったテリーヌとかちょうだいよ。ちょっと贅沢すぎ。フォアグラ風味でもちょこっとフォアグラ味とかさ、ちょっとフォアグラニュアンスみたいなのが入ったご褒美くれよ指名でもいいですし、いいですよいいですよ、でも任せる、いいよ。基本ほらまだ15の段階ですから、ちょっとおこがましいから15、ハンターランク15にそぐご褒美ね。次回いいですか、楽しみに待ってますからね。私絶対忘れないからこういうの私忘れないから、ということで、まあやっとやっとこさよね、長かったここまで来るのに、本当に長かった、やっとこさね、一つちょっと一段階グレードが上がったということで、引き続きハンターランクを上げるために皆様から、様々なものを、皆様からはハントしないよごめんこれからも様々なものをハントしていきます。以上ハンタートマツのコーナーでした。トマツハルカの心ハルカス。すーはーほら、深呼吸すれば心が落ち着く、心深呼吸。3月ももうすぐ終わり、桜もシーズンに入り、景色としては春をとても感じることができる時期。もうお花見をした人もいるのかな。私はまだできていないけど、短い桜のシーズン、思い出を残していきたいなぁと思いました。ねえ、あなたはどんな1週間を過ごした？寝る前のひととき、ちょっと立ち止まって深呼吸。ゆっくり振り返れば明日もきっといい日になるよ。みんなの心が晴れますように。以上、心深呼吸でした。トマツハルカの、トマツハルカの心ハルカ。お送りしてきました、トマツハルカの心ハルカ。そろそろエンディングのお時間です。いやさっき言われて思ったのよ、ハンター15に上がったのだいぶ経ってるんだってね。もう下手したら 2,3 年ぐらい、10から15に上がるまで、この5を上げるためにこんなに長い年月が経っているって。だからさっきさ、ちょっとハンターのランク上がった後にさ、ちょっと調子乗ってさ、フォアグラ風味とか言ってさ、言ってね、でもなんか言いながらもフォアグラ風味ってなんだってちょっと思ってたのよ。難しいよねフォアグラ風味ってみたいな。だからちょっと遠慮して、でもいいよいいよって言って、15にそぐうものでって、一応私的にはちょっと謙虚になったつもりだったのよ。だったんだけど、やっぱり 2,3 年かかってるんだったらくれよやばい、情緒がまた私の感情の波が謙虚と傲慢がこう一瞬にして入れ替わるみたいな。 2,3 年かかってるからさ、この5のランク上げるのにさ、 2,3 年かかってるから、やっぱりちょっとフォアグラ風味のやつくれよっていう今気持ちに、ね、なりましたんで、楽しみにしてますよ。はい、ということで番組ではリスナーの皆様からいろんなメッセージを大募集しています。レンタルシミュレーション、笑顔の処方箋、ここ春なぞなぞ道場、ハンターとまつとま版、次回のテーマは運動会で流れてほしいとまつ楽曲です。その他普通のお便りや私へのメッセージに番組の感想など何でもお待ちしています。メールアドレスははるかすアットマークセカンドショットドット JP、 はるかすアットマークセカンドショットドット JP です。セカンドショットの綴りは SECONDSHOT です。番組のホームページからも送れます。たくさんのメールお待ちしてます。また番組公式のツイッターハッシュタグシャープハルカスです。皆さんどんどんつぶやいてね。番組終了後、番組公式ツイッターに私の手書きコメントが掲載されますので、そちらもお楽しみに。そして7月8日土曜日にラフラフとの合同イベントが決定しています。現在セカンドショット会員先行チケット受付中、詳細はイベント特設サイトをご確認ください。そして4月から放送開始のアニメ君は放課後インソムニアに白丸優役で出演いたします。その他の継続番組もぜひチェックしてください。それではそろそろお時間です。次回は再来週4月13日にお会いしましょう。トマツハルカの心ハルカス、ここまでのお相手はトマツハルカでした。これできっと心もハルカス。バイバーイ。